僕ら3人とも曲を作るんですけど、それぞれ曲を作る上でのポリシーだったりとかセオリーみたいなのってちょっとずつ違ってて、飛行船っていう曲自体が自分の中にある思いを君に届けるっていう、その行為自体を飛行船に例えた曲なんですけど、 DHL もものを誰かから誰かへつなげるっていうものがあってリンクしてるなとは思いましたし、すごくぴったりだなと思いました。自分が今まで音楽やってきて一番嬉しかったことって、海外の人が自分の曲を聴いてくれた時だったんですよ。インターネットで発表した曲を台湾の子たちがバンドでカバーしてくれてて、なんかそれすごい感動しちゃって、海外の人が聴いてくれてるっていうのが広がってる実感があるっていうか、その実感をもっとこう増していくためにも今回の企画っていうのはすごい嬉しいものなんだなっていうのを感じました。この飛行船という曲はミュージックビデオになってなくて3枚目のアルバムの曲なので、2年越しに映像化します。皆さんにも楽しんでいただけたらいいなと思ってます。 DHL ファーストトラックとのコラボレーションでここでしか手に入らない素敵なプレゼントを用意いたしましたので、皆さん楽しみにしていてください。今回は CD ともライブとも違ったまた新しい方法でサイダーガールを知っていただく機会をいただけて本当に嬉しいです。 DHL ファーストトラックに感謝してます。それでは楽しんでください。